ダのものづくりに対するこだわりと強い信念、1万3000を超える町の自転車屋さんと車の販売を始めた。 T360 という名の軽トラック、見かけは軽トラックだが、エンジンには元はスポーツカー用として開発されていた水冷4気筒高回転型高サイクルを搭載。当時の常識では考えられない作り、車を販売するために、車を作る前にレースに携わり、エンジンに思いを込めた。常識が何だ、あの時のこだわりと信念が今を作っている。チャレンジして失敗することを恐れるよりも、何もしないことを恐れろ。あの言葉が今を支えている。
ホダレーシングがあるんです。さあ、歴史上貴重なマシーンをドライブしてくれましたジェンソン・バトン選手と佐藤拓磨選手に会場のファンの皆さん、どうぞ大きな拍手をお送りください。